っちゃんへ。むっちゃんと出会って1年9ヶ月、付き合い出して1年8ヶ月、すごく楽しく過ぎていき、月日が経つのが早く感じます。むっちゃんの裏表のないところ、どんな小さなことでも喜んでくれるところ、例えばビレ版で本を買った時や、ビームスの携帯ケースをプレゼントした時の笑顔、純粋な笑顔大好きです。付き合い出して2日目で合鍵をもらった時は、知り合って1ヶ月ちょっとだし、数回会っただけだし、どんだけ俺のこと信じてるんだろうという気持ちで、びっくり半分でも嬉しかったです。ただ見ての通り貯金もないし、車もない、稼ぎも良くないけど、むっちゃんを思う気持ちは誰よりもあります。気持ちだけで何でもできないことは分かっているけど、やっぱり結婚したいという気持ちは日々強くなってます。裕福な生活はさせてあげられないけど、どこの誰よりも笑顔の絶えない家庭を作れるのは自分だけだと思っています。将来は子供も欲しいけど、もう少し2人の時間を大切にしたいなという気持ちがあります。ただ自分の親が元気なうちに抱っこさせたいという気持ちもあります。こんな頼りないところもある自分ですけど、結婚してください。2016年7月7日ゆうすけより。硬い殻に包まれてた。
ひやちゃんへ手紙ありがとう。今までもらった手紙の中で一番嬉しい手紙でした。でも正直手紙に婚礼したいと書いてあるのを見た時は不安になりました。こんな人生の一大イベントに間違えるなんてこの先大丈夫なのかなって。でも逆に考えてみるとこんな時でさえ間違えるなんてきっとこのブライダルの仕事、お花の仕事が大好きなんだ。こんなに夢中になれることがある人なら私のことも大事にしてくれるのではないかと思えてきました。仕事と同じくらい家庭を大事にしてください。そして生まれてきたカホのことも改めて私でよければ結婚してください。そして末永くよろしくお願いします。みちこより。